43号ではシアターのベースに天板と柱ジョイントを取り付けます。また美女と野獣のステージのターンテーブルを組み立てます。今回付属するパーツです。33号では21号で組み立てた美女と野獣のステージと32号で組み立てたシアターのベース、32号で取り置いた柱ジョイント E と F を使用します。はじめに柱ジョイント F の穴のある面を手前にしてパーツ01のベース天板 C の穴にはめ込みます。続けて柱ジョイント E の溝がある面を手前にしてベース天板 C の穴にはめ込みます。次に柱ジョイント F の底部の穴にパーツ07のネジを差し込み固定します。続けて柱ジョイント E の底部の穴にパーツ07のネジを差し込み固定します。次にベース天板 C の2箇所の凸部をベース天板 A の下に入れ込んで取り付け、ベース天板 C の裏側の9箇所の溝と外壁のそれぞれの凸部を差し込みます。次にパーツ03のホルダーの穴にパーツ02のモーターのケーブルを通してはめ込みます。続けて美女と野獣のステージのステンドグラスの裏側の差し込み口にモーターとホルダーを差し込みます。さらにパーツ08のネジ2本で固定します。次に裏返したステージの床の裏面から出ているモーターのシャフトにパーツ10のギアをはめ込みます。続けてパーツ11のギア B をはめ込みます。さらにパーツ12のギア C をはめ込みます。次にギア B とギア C をそれぞれパーツ09のネジで固定します。次にパーツ04のギアボックスにパーツ05のホイールをはめ込みます。続けてギアボックスを表に返しパーツ13のギア D をホイールの凸部にはめ込みます。さらにパーツ09のネジで固定します。次に再度ギアボックスを裏返しパーツ14のギア E の3箇所の穴とギアノックスの凸部3箇所を合わせてはめ込みます。次にギア E の矢印にパーツ15のギア F の矢印を合わせホイールの凸部にはめ込みます。続けてパーツ09のネジでギア F を固定します。次にギアボックスを表に返しステージの床の裏面の凸部2箇所にはめ込みます。続けてパーツ08のネジ2本で固定します。
次に表に返したステージから出ているギア E の突部にパーツ06のターンテーブルをはめ込みます。次にターンテーブルの動作を確認します。この時ステージを台から少し浮かせてテストします。これで33号の組み立ては終了です。